僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに。みんながチェック入れてる限定の君の腕時計はデジタル仕様、それって僕のより早く進むって本当かい。ただ壊れてる空を追う巨大な広告塔にはビーディングが意味ありげな美少、赤い口紅でさ、僕らの生まれてくるずっと前にはもうアポロ11号は月にだっていうのに、僕らはこの街がまだジャングルだった頃から変わらない愛の形探してる。大統領の名前なんてさ覚えてなくてもね、いいけれど、せめて自分の信じてた夢ぐらいはどうにか覚えていて、地下をめぐる情報に振り回されるのはビジョンが曖昧なんでしょう。頭ん中バグっちゃってさ、僕らの生まれてくるもっともっと前にはもうアポロ計画はスタートしていたんだろう。北極で月に行こうって考えたんだろうね。なんだか愛の理想みたいだね。アポロ100号はどこまで行けるんだろう。離れ離れになった悲しい恋人たちの Love me well from Venus なんて素敵な、僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は月に行ったっていうのに、僕らはこの街がまだジャングルだった頃から変わ